OK、もしあなたはこの動画を見ていれば、きっと副業で今の生活を変えたいと思ってるでしょう。もしかしてその目標は次10万を稼いで月末の支払い楽にしたいだけかもしれません。それとも一つビジネスを展開して毎月50万、さらに100万以上稼げる副業で現在の生活を完全に変えようと思ってるかもしれません。その目標は何でも OK です。このリストにある副業はきっとあなたにぴったりのものがあるはずです。しかも一番いいのはこれらの副業は全て無料で始めることができます。あなたが必要なのは一台インターネットとつながれるスマホかパソコンだけです。興味がある方は絶対皆さんのように。OK、Let's go。OK、まず一つ目の副業はフェイスレスモバイルビデオです。すでに気づいた方がいると思いますが、このような動画は YouTube 上ですごく人気です。なぜなら、やり方さえわかれば、顔出ししなくても、一日数千円から数万円を稼げます。そしてその中に最も人気があるのは、フェイスレスモバイルビデオです。それを作ると、Instagram、TikTok、YouTube ショートに投稿して、動画広告やアフィリエイトなどの方法で収益を得ることができます。例えばこの YouTuber は事前のチュートリアルについて投稿しています。彼の方法は YouTube からダウンロードした無料のマイクロ動画を編集して、いろんなアプリについて紹介します。そしてアップした動画にそのアプリのアフィリエイトリンクを貼り付けて、そこから150ドルを稼ぎました。日本円に換算すれば約2万3000円くらいの収益です。しかもそれだけではなく、動画の収益化条件をクリアすれば、広告収益も稼げます。例えばこのアカウントの動画を見ていただければ、1本動画につき数万から数十万の再生数がついています。TikTok の場合は、1000再生数あたり200円から800円の収益をもらえます。金額は少ないかもしれませんが、積み重ねると割といい報酬をもらえます。また YouTube ショート、インスタも同様に広告収益を稼げるので、1本動画を作成すれば、複数のプラットフォームに投稿して、複数のところからお金を稼げます。そして動画を作るとき、すべて AI で簡単にできます。例えば台本の作成は、チャット GPT の無料バージョンで簡単に作れます。ボイスのところは、11 ラボを使って、無料の AI ナレーションを生成できます。さらに Pexas や Pexpen のような著作権フリーのサイトから、無料でショートビデオや写真を手に入れることができます。そして動画のダウンロードに関しては、SSYouTube に使いたい動画のリンクを貼り付けるだけで、無料でダウンロードできます。最後に CapCut や iMovie など、皆さん好きな編集ソフトを使って、完全な動画にしてから投稿すると、初心者でもこの方法でお金を稼げます。そして AI といえば、リストの中に AI のトレーニングに関する副業があります。見てる通りに、現在の AI 企業は AI に単純な基本タスクを完了させるため、人々に報酬を払っています。例えば、正しく写真の中の人を認識できるのか、マップの場所を認識できるかのような内容です。これによって、トレーニング済みの AI アプリは以前より賢く効率的になります。そしてこの副業で稼げる無料サイトの一つは Remo Tasks です。このサイトを使うと自宅でも好きなカフェでもオンラインと連携して好きな時間にタスクをこなしながらお金を稼げます。このサイトに常にタスクがあるので最初の単価ちょっと安いかもしれませんが一定の数と正確にタスクをこなせばそれの単価も高くなります。そして一番重要なのが稼いだ金額は毎週ペイパルで受け取ることはできるのでそんなに待たなくてもお金が入ってきます。そしてもう一つ似た仕組みの無料サイトはデータアノテーションです。実際にこれらのサイトを使ってたユーザーは1時間あたり20ドルから40ドルを稼いでいます。日本円に換算すると時給約3000円から6000円の間です。コツコツこなす作業が好きな方ならぜひやってみてください。OK、次の副業は、Etsy でデジタル製品ストアを始めることです。これまで Etsy で販売するには、VPN の変更が必要でしたが、昨年の14月から日本からの出店ができるようになりました。それによって、Etsy で販売した得た利益は、ペイ用料で受け取ることができます。そして Etsy では、多くのデジタル商品が販売されています。例えば、キャンバーのテンプレートや、結婚式招待状テンプレート、デジタルプランナーなど、デジタル印刷可能な商品がすごく人気です。例えばこちらを見てください。この商品は昨日だけで50人以上の人が購入しました。心配しないで。この副業は、たとえあなたデザイナーじゃなくても、同じに稼ぐことができます。例えば、このデジタルポスターを見てください。これには、Pixabay などの無料サイトから、色を編集して、フィルター適用した写真が含まれています。
そしてこの写真ポストはすごく売れています。実際のデータによると今月約18万円の売上高があります。しかもこれは単に一つ商品だけなので、ストア内のデジタルポスターの収益を合わせると360万超えると推定しています。見てる通りこの副業はオンラインで見つけた無料の写真を使ってデジタル製品を作成することができます。もしこの副業に興味がある方がいればぜひコメント欄に書いてください。リクエストが多い場合は今度僕はそれの詳しい解説動画を出します。そしてデジタル商品の編集にはフォトショップと似た機能のフォトピー使うことをお勧めします。これを使うとお金がかかりません。またケンバの無料アプリを使って製品を作成したりデザインしたりすることもできます。さらにピクスペイトドカムから無料の写真を手に入れたり、ピクソスからも無料の画像をダウンロードできます。そして次の副業はエズイでオンデマンドプリントストアを始めることです。例えばこのような T シャツはエズイですごく人気です。過去24時間ですでに23着を売れました。またこのようなマックアップは過去24時間で50個以上売れました。このような商品を販売するにはプリントファイみたいなサイトにアクセスして、ここにある無地の T シャツ、靴下、マックアップの商品から一つを選択するだけです。次に販売したいデザインをアップロードします。このようなデザインはキャンバーやフォトピーなどの無料デザインアプリを使って作成できます。最後にその商品をサイトからお勧めされた価格でエズイに出品するだけです。そしてユーザーが商品を購入するとプリントファイの印刷ショップが商品を作成して顧客に発送してくれます。その差額は私たちの利益になります。僕個人的にこの副業好きな理由は2つあります。1つ目はこれは1つ非常に受動的な収入を得る方法です。以前の動画を見てくれた方は分かると思いますが、これをやる場合は単に定期的にデザインアップするだけで OK です。商品の発送、梱包などをしなくてもいいし、在庫を持たなくても大丈夫です。例えばこれが半年前に作ったショップのデータです。ある程度デザインアップすれば売れるチャンスが増えます。あとは収益を待つだけです。2つ目の理由は無料で始めることができます。普通ならオンラインストアを始めると物を仕入れる必要がありますか。この方法の場合は無在庫で始められます。そうするとそんなに予算がなくても気軽に始めることができます。もしこの戦略もっと知りたい方がいればチャンネル内にそれの詳しい動画があるのでそちらを見てください。 OK、 次の副業はちょっと楽しいもので、それはユーザー調査を行うことです。例えばこの無料のユーザー調査サイトディスカウントを見てください。彼らはミッションと呼ばれるものを参加する人々にお金を支払います。例えばこのミッションを見てください。このミッションを参加するユーザーはゲームまたは何か好きなことをやるときに何を求めているか、それを感想アンケートに残します。そうすると100ドル約1万5000円をもらえます。また参加者が自分の健康状況について話すミッションもあって、これなら75ドル約1万1000円を支払われます。他にもっと簡単なものなら、こちらはコーヒーに関するミッションです。ユーザーが5分以内にアンケートに回答すると2ドル約300円を支払われます。そして稼いだユーザーの感想を調べてみたら、多くの人はこれ以上簡単にお金を稼ぐ方法ないと考えています。実際に彼らはここで稼いだお金で少しずつ今の生活を改善しています。例えばこのユーザーは2ヶ月で1000ドル以上約15万くらいを稼ぎました。さらにもしあなたがこのような副業好きであれば、他のユーザー調査サイトもあります。例えばユーザー調査プラットフォームプロリフィックとクルートリサーチがあります。どちらのサイトも無料で登録できます。またもしあなたはゲームが好きならプレイテストクルートにアクセスして、ここでモバイルゲームテスターとして稼げます。当然サイトへの登録は無料です。 OK、 次に多くの人の人生を変えた副業に移りましょう。それは TikTok Creativity Program Beta です。これまで海外でテストしてた Creativity Program Beta は昨年の8月から日本の方も動画を投稿を通して収益を稼げるようになりました。しかもショート動画なのに広告単価が高いです。それで毎月20万、30万、数十万稼ぐユーザーが結構多いです。これをやる時もチャット GPT の無料版使って、まず1分以上の台本を作成します。その内容は例えば面白いストーリー、または怖いストーリーなど副業向けの人気動画を作ると再生数の伸びはすごく早いです。そしてこの動画のように無料のゲームをやるときにそれを録画して今の台本を載せてプラスナレーションで OK です。例えばこのアカウントを見てください。ここの動画はどれも少なくとも10万再生数を超えています。仮に1000再生数200円の収益が発生すれば1本動画だけで2万円を稼げます。
当然再生数が多ければその分の収益が上がります。しかもこれはスマホ一つだけで無料で始められます。さっき話したように台本の作成はチャット GPT の無料版で130単語の台本作ります。ナレーションの作成は11ラボで無料の AI ナレーション作れます。さらにもしゲームをやりたくない方がいれば YouTube 上でこのような自由に使える著作権フリーの動画をダウンロードできます。あとは自分が好きな編集ソフトで動画を量産するだけです。またこれを使ってビジネスを展開したい方はこの TikTok アカウントのようにコースを売ることができます。彼女は TikTok で Excel のヒントやテクニック、そして重要なことについてのチュートリアルを共有しています。広告収益はもちろんですが、彼女はコースを販売することで年間200万ドル以上を稼いでいます。これはかなりすごいですよね。これはすべて TikTok で彼女の動画を見たユーザーを彼女のコースまで誘導したおかげです。なのでもしあなたも無料でコースを販売したければ、こちらのアプリ ThinkFeak を使って無料で宣伝することができます。興味がある方はぜひやってみてください。OK、 次の副業は Pinterest アフィリエイトマーケティングです。例えばこの TikTok 動画を見てください。このアフィリエイターは約3万回再生された一つピンから1000ドル以上稼ぐ方法を共有しました。こちらはそのピンです。このピンの内容は主に彼女がどうやってたった3万円使っただけで自分の記事をリフォームしたかを紹介しました。そうするとこの内容に興味があるユーザーはピンの中のリンクをクリックしてこちらのブログ文章を見れます。ここで彼女は記事をリフォームする際にどんな道具を使ったかについて解説しています。そして各道具にアフィリエイトリンクが入っているので、それをクリックすると Amazon にアクセスします。一旦ユーザーここでこれらの商品を購入すると Amazon 彼女にアフィリエイト報酬を支払います。見てる通りに戦略は実際に非常にシンプルです。Pinterest に可愛い写真を投稿して、その中にアフィリエイトリンクを含まれるブログ文章を載せるだけです。また Amazon などのアフィリエイトプログラムへの登録は完全無料です。ブログ文章に苦手な方はチャット GPT の無料版を使えば簡単に2000字の内容を書けます。さらにもしあなたは有料のブログサイトを使いたくなければ、ブログ .com で無料のブログをセットアップすることができます。では今日最後の副業 X で稼ぐ方法に移れます。知ってる方が多いと思いますが、 X も昨年の8月から広告収益分配プログラムを導入しました。例えば実際に稼いだこちらの YouTuber 例を取り上げます。彼はこの動画でどうやって3ヶ月で1300ドル約20万稼いだかを紹介しました。その仕組みはツイッターが表示されるたびに収益が得られるということです。実際に彼のアカウントを見てみれば1ツイート平均2000から10万再生があることが分かります。これを聞いて大変だと思うかもしれませんが、戦略が分かればあなたが思ったより簡単にできます。そのやり方はミームやチョークを中心としたアカウントを作成することです。例えばこちらの例を見てください。このようなアカウントは非常に関連性があり共感しやすいため、アカウントの成長はものすごく早いです。それによって膨大な再生を得られる可能性が高いです。そしてアカウントのテーマを決めたら、チャット GPT の無料版で面白いチョークについての内容を簡単に作成できます。次にイムージフリープのミームジェネレーターを使って今のチョークを投稿できるミームに変換できます。ただし実際にツイートで収益化するには無料ではないプレミアムアカウントが必要ですが、普通のアカウントなら無料で作れます。そして投稿がバズり始めたら、そこでアップグレードして収益化条件をクリアすると X でお金を稼げるようになります。こんな感じで今日とりあえずこのくらいにします。もしもっと多くの副業を知りたい方がいれば、ぜひコメント欄に書いてください。最後にもし今回の内容がいいねと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。では See you next time.